皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて、今日のお題は何かしら？今日は天王星の27個ある衛星の中でも、特にアリエルについて掘り下げていこうと思うんだけど。天王星って27個も衛星持ってるの？そうだよ。アリエルはその27個中の第一衛星なんだよね。へえ、じゃあ早速始めてちょうだい。それではゆっくりしていってね。まず最初にアリエルの基本情報から見ていくとしようか。お願いするわ。天王星の第一衛星であるアリエルは、1851年10月24日、イギリスの天文学者、ウィリアム・ラッセルによって発見されたんだ。この時彼は同時に、第二衛星のウンブリエルも発見しているんだよ。一度に二つも発見したのね。この人はちなみに、土星の衛星であるヒペリオンや海王星の衛星トリトンも発見してる人なのだが。衛星専門家なの？そういうわけじゃないと思うけどな。で、このアリエルって星は、第二衛星のウンブリエル、第三衛星タイタニア、第四衛星オベロン、それから第五衛星のミランダと共に、天王星の五大衛星として知られているんだよ。この衛星たちもまたギリシャ神話から命名されてるの？いや、天王星の衛星たちは全部、イギリスの劇作家ウィリアム・シェイクスピアか、詩人アレキサンダー・ポープの作品の登場人物の中から名前が付けられているんだよね。へえ、珍しいパターンね。アリエルっていう名前はどこから拾ってきたの？アリエルはポープの神盗人の中に出てくる、空気と風の精霊、エアリエルから取ってきたみたいだな。素敵な名前ね。アリエルは天王星系の衛星の中では一番明るいと言われている星なんだぜ。へえ、そうなの？どれくらいなの？ 14.8 等級。え？そんなに明るくないんじゃない？そう言うなよ。天王星だって6等級くらいしかないんだぜ。14.8 等級って衛星の中では比較的明るい方だし、これは冥王星と同じくらいの明るさになるんだよ。しかもアリエルは天王星の衛星の中でも一番のアルベドを持つと言われているしな。アルベドって何？アルベドとは、外部からの入射光に対しての反射光エネルギーのことで、地表がどれだけ外部からの光を反射するかっていうエネルギー比率のことだよ。反射能とか反射率とかも言われるね。ふーん、そうなのね。大きさはどれくらいなの？さっき挙げた五大衛星の中では4番目に大きいんだけど、直径はおよそ 1158km で、地球と比べると約 0.09 倍ほどだ。質量は五大衛星の中では3番目で、1.35×10^21kg だね。天王星の衛星の中では割と存在感の大きな衛星なのね。そういうことになるな。なんでできているの？アリエルの密度は 1.66g/立方cm とされているのだが、その組成のほとんどは氷と計算演出の岩石からなっていて、それ以外は炭素質みたいだね。ということは、冷たい星ね。うん、最高だと 84K くらいになることもあるようだけど、平均温度はマイナス 60K だそうだ。氷って水の氷？そうだよ。赤外線の分光観測でアリエルの表面に水の氷の存在が確認されているからね。さらに同じ赤外線の分光観測で、二酸化炭素の存在を示すデータも強く観測されているみたいなんだけど、これはどこからやってきたものかわからないんだそうだ。そうなの？二酸化炭素ってことは、アリエルに何らかの光合成的な有機物の作用があるってことになるのかしら？もちろんそれも考えられてはいるよ。太陽からの微弱な紫外線や天王星からの磁気の影響で、アリエルに存在する有機物や炭素化合物から二酸化炭素を発生させてるんじゃないかとか、そもそもアリエルが誕生した当初から、氷の下に閉じ込めてきた二酸化炭素が、何らかの影響で流出してるんじゃないかなんてことも言われているね。でもどちらの説もまだ確定には至っていないんだよね。他の天王星の衛星たちには同じような例があったりしないの？それが、天王星系の衛星で二酸化炭素が発見されたのはアリエルが初めてらしいんだよ。そうなのね。じゃあ頑張ってここで解明してもらうしかないわね。そういうこと。中の様子はどうなの？アリエルの内部は岩石質の内部核と氷のマントルが分かれて存在してるんじゃないかとされているのだが、核の半径が推定約 372km もあるらしいんだよね。あら、さっきアリエルの大きさは直径で 1000km ちょっとって言ってなかった？そうなんだよ。この計算でいくと、核部分はアリエルの約 64% にもなるんだぜ。内側ほぼ核ね。そう。質量でも全体質量の約 56% に当たる。でも、核の周りがいきなり氷のマントルってことはないでしょ？水は存在しないの？
そうなんだよ。内部界の有無についても議論されてはいるんだけど、科学者たちの意見もあるって派と内派に真っ二つに分かれちゃってるみたいだな。ふーん。いくらなんでも核に氷が張り付いてるだけの天体とかあるのかしらねー。どうだろうね。でも実は、アリエルの表面の変わった地形から、地質学的にはとても活発な天体なんじゃないかってことが言われてるんだけど。なになに？どういうこと？アリエルの表面って、パッと見縞模様みたいなのが並んでるのが見えるんだけど、これは表面にある山脈とか峡谷のようなものの存在を表しているんだよ。ほら、それって水が流れた証拠なんじゃなくて？確かに、アリエルの南半球側の中緯度の領域にあるカズマ地形上の峡谷は、内部にある液体の水が凍る時に発生する引っ張り応力が原因で、大地が引き裂かれたり、切り立ったりしたんじゃないかと言われてるのだが、この辺りはクレーターなどが多く存在する領域のことから、水だけが原因だとは言い難いんじゃないかっていう意見もあるみたいだね。もどかしいところね。このクレーターがある領域っていうのはアリエル全体の中でも一番多い部分になるのだが、同時に最も古い地形だと言われてるね。ヤングールっていう名前のついた一番大きいクレーターは直径が 78km もあるそうだよ。じゃあクレーターじゃない他の部分はどうなってるの？次に多いのが山脈とトラフと呼ばれる盆地なのだが、山脈がクレーター領域を区切るようにして存在してるみたいだね。アリエルって表面でっこぼこね。平地はないのかしら？もちろんあるよ。領域としては一番少ないけど、比較的低地に不規則に平地が広がってる。でも、実はこの平原が形成されたのはクレーターやその他の領域が形成されたよりもずっと後なんじゃないかと考えられていて、長い年月を経て滑らかな平地を形成したようなんだよな。なんで、後から平らになったりするの？これはアリエルの火山活動が原因なんじゃないかと言われてるのだが、例えばハワイなんかに見られる縦状火山と地形がよく似ていることから、粘性の高いマグマを噴出して緩やかな大地を形成した可能性が高いとされているんだ。へえ。ってことは、内部にマグマが噴き出すほどの熱を持ってるってわけよね？いや、アリエルが吐き出したのは枯れ却された水とか、固体のままの氷の可能性もあるんだそうだ。氷って吹き出すの？仮説だけどね。でもまあ、こうやってアリエルが火山活動を行っているってことは、そこに比較的若い地形が存在するって証拠にもなるわけなんだよね。しかもこれらの平原の中には、出来上がってからまだ1億年も経っていないだろうとされる領域もあるらしいね。へえ、宇宙規模で考えたら1億年って若いわよね。現在のアリエルの表面にはアリエルが誕生した当時のものは残ってなくて、全部が入れ替わっているだろうと言われているくらいに地質活動が活発だと言われているんだよ。そんなに、新陳代謝が盛んなのね。そうなんだよ。しかも現在アリエルは潮汐加熱をしていないってことがわかってるのだが、それなのにまだまだ活発な地質活動を行ってるみたいなんだよね。ところで、アリエルってどんな軌道を回っているの？天王星の衛星の中では2番目に天王星から近いところを回っていて、公転周期は約 2.52 日、自転周期もそれと同じだな。あ、それは潮汐ロックね。その通り、自転と公転が同期しているために潮汐固定が起こり、アリエルは天王星に対して常に同じ面を向けて回っている。地球と月の関係性と一緒ね。そういえば、アリエルって横倒し軌道をとってるんだよな。横倒し軌道ですって？なんなのそれは。通常、太陽系に存在する多くの惑星たちっていうのは、太陽の周りを回るときに直立した自転軸を取って回っているのだが、天王星ってのはちょっと変わっていて、約98度傾いて回ってるんだ。98度ってもう直角超えてるじゃない？横倒しもいいとこね。つまり、天王星が傾いてるからアリエルも傾いちゃってるってこと？そうなんだよ。アリエルだけじゃなくて、天王星の5大衛星はすべて、天王星の傾斜した時点に従って傾いた軌道をとってるんだよね。ちょっと、天王星しっかりしなさいよ。あんたのせいでみんな傾いちゃったんじゃないの？なんでそんなことになっちゃったわけ？これにはいくつかの説があるのだが、もともとは他の惑星と同じように直立して太陽を回っていた天王星が、地球と同じくらいか、せいぜい地球の3倍くらいの質量の天体に激突されて、自転軸が傾いてしまったとされる説が一番有力だと言われてるな。激突されて傾いちゃったの？それってかなり面白いんですけど。しかも、その衝突事故で飛び散った破片から衛星が誕生したとしたら、アリエルたち衛星の軌道が傾いてることにも説明がつくんじゃないかと言われてて。
単純に考えて、天王星が傾いたから衛星たちが傾くってのもわからなくはないんだけど、そんなことあるの？ただ、理論的に考えると、もし衝突時の破片から衛星が形成されていた場合は、火となる惑星の 1% ほどの質量が必要となるらしいのだが、天王星の場合は衛星全部合わせてもわずか 0.01% ほどしかないみたいなんだよ。だとすると、このシナリオはどうなのか。なんだ、じゃあ違うんじゃなくて？アリエルの誕生に関しては天王星の膠着円盤から生まれたという説が有望で、しかも、この膠着円盤こそが天王星の衝突事件によって形成されたものじゃないかとも言われてるんだよね。それならアリエルはね、衝突で出来上がった膠着円盤から塵やガスなんかがより集まって、より高密度の衛星の形成に至ったとされている説なのだが、この仮説から計算すると、衛星の質量は全部合わせても惑星の 0.01% となり天王星のパターンに当てはまるようなんだ。でも、天王星って最初から横倒しだったわけじゃないのよね。だとしたら衛星も誕生した後に横倒しになったってことなのかしら。それな。実は、それについては日本の東京工業大学の井田茂教授や、京都大学の上田昌司氏の研究チームも疑問を持っていたんだよ。ほう。彼らはまず、氷の天体とされる天王星がもし衝突で破片を飛び散らせるとしたら、水蒸気とか氷の破片を撒き散らして水蒸気の円盤を形成するんじゃないかと考えたんだ。それで、水蒸気の円盤から衛星が作られるかどうかをシミュレーションしてみたのだが、水蒸気から衛星を作るシミュレーション、地球から飛び出た月みたいに、岩石でできた衛星ならすぐに凝縮するんだけど、仮に天王星の 1% の質量分の水蒸気が円盤を形成したとしても、水蒸気自体に熱がこもってしまって凝縮することができないみたいなんだよね。じゃあ、それが固まるにはどうなる必要があるの？一旦蒸発した 1% のうちの 99% が天王星に再度取り込まれて、残った 1% の水蒸気が広がって天王星の半径の10倍を超えたとき、やっと氷の凝縮が確認できたそうだ。どういうこと？天王星質量の 1% の水蒸気の、さらにその 1% だよ。ああ、0.01% ね。そう、天王星の衛星の総質量と同じ数字になるってわけ。しかも、この氷の分布が現在の衛星軌道や実際の衛星分布とほぼ一致してるってことまで確認したんだぜ。それすごいわね。この研究結果は2020年3月30日付の国際学術誌、ネイチャーアストロノミーに掲載されたんだよ。これってアリエルだけじゃなくて、天王星の他の衛星にとってもすごい発見につながるんでしょ？そうだね。これまで天王星衛星の起源については長い間謎とされてきていたから、この発見によって大きな局面を迎えたと言っても過言じゃないだろうね。というわけで、今日は天王星の衛星アリエルについていろいろと語ってきたぜ。アリエルが小さな氷の衛星ってだけでも興味深いけど、天王星衛星揃って横倒しってのも面白すぎだわ。ちなみに、NASA は2031年までに天王星へ探査機を飛ばすウラヌスオービター&プローブというミッションを計画してるんだ。もしそれが実施されたら、アリエルたち衛星のことがもっと詳しく分かってくるかもしれないし、天王星周りにまた新たな衛星が発見される可能性も大いにあるよな。また氷の衛星が発見されるのかしら。今から探査結果が楽しみね。それでは今日はこの辺で、またゆっくりしに来てねー。